とうございます。ありがとうございます。おい、YouTube 撮るなよ。じゃあ何か聞きました？6？ ああ、でもやるかもしれないですね。しまって、しまって。泡めっちゃついてますどこどこどこ。あ、わかりました、わかりました。一番危ないのがあった。ありがとうございます。首吹きすぎて首赤いっす。今日も練習頑張ってきます。うせで、で、これやばいな。ちょっと何するの？本当に YouTube 映るからって今マックスつけてました。つけた？つけたの？どこにつけたの？持ったんや。いつも通りして。普段の。持ってるから。持てる。こういうパターンです。これです。これだよね。これ撮んのか。今持ってなんかふざけてんの撮ったらカットしてとか言って言ってる。ちょっとふざけて。でも本当は乗せてほしいんですよ。そう、うん。ややこしいんだよ。癖あんだよ。癖あんだ。よろしくお願いします。お願いします。いや、昼寝しようかなじゃないんだよ。ブンブンタナチュー。今日は大人びた専門学校で
自己紹介始まっているんですけど、僕のチャンネルなんです。皆さん知ってますね。そうです、はい、はい、UC 琉球の田中選手、はい、よろしくお願いします。今大活躍スタイルチェンジ企画ということで、はい、髪型をかっこよくしちゃいます。イエーイ。女性も今日2名来ておりますが、ヘアは無地でございます、はい、今日はね。だけどやる気のみで来ておりますそうです。それとアシスト、アシスタントをいっぱいやってもらって、経験も積みたいということで、前向きな学生が2名ほど、美人さんが来ております。ありがとうございます。私たちは、教員の吉田と、小川でございます。はい、よろしくお願いします。お名前言ったらいいんじゃないですか。山口葵です。大井ふうかです。お願いします。小川です。よろしくお願いします。何時間研修してたんですか。2時間、1時間半とかですか。え、そんなぐらいですか、いつも。そうですよ。サッカーは長くても2時間です。ミーティングも30分ぐらいして。30分ぐらいして。もう全員参加なんですか、練習の。まあ、怪我してない選手以外、全員参加です。怒られる。誰に怒んないですよ。本当ですか。試合中はすぐ怒りますけど。それもパフォーマンスなんじゃないですか。怒ってるように見えないですけど、怒ってるんですね。あ、でも冷静に見えるね。ああ、ちなみに誰に怒ってるんですか。いやいや、チームメイトに怒ることもあるけど、なんか、あ、主審に相手とか審判。あ、そうです。パフォーマンスですけど。そうですね。大事だ。2回ブリッジするというか、はい、チームってはないと思うんですけど、はい、大丈夫ですか。はい。いや、これでもっと調子上がっちゃったらどうしよう。やだやだ。いや、すごいプレッシャーが。でも調子がもし下がって、ここだけの話ですけど、下がったらうちの選手いいですよ。あ、いいんですか。いいですよ。責任持ちます。すぐにスタイルチェンジで。責任がやっぱりない。いや、ないです、ないです。全て僕の責任。調子がいいだけで、調子じゃないから実力が。聞きました。全部全て僕にって言われたら。もうそれはそうですよ。髪でね、髪で調子変わっちゃったら俺練習意味ないじゃないですか。かっこいい名言。かっこいい。いい、キュンキュンしちゃうぞ。キュンキュンしちゃう。雑じゃん。キュンキュンしちゃうぞ。続いては、オーガニック。オーガニックのシャンプー使います。頭皮の汚れをクリアにはまだ使いません。使わないで。まだ使わないで。一番楽しんだら吉澤先生。確かにね。さっきのと同じ感じでいいですか。行きます。はい、根元上げてください。試合中何考えてるんですか。自分にボールが回ってない時がすごい。そうそうそう。あ、めっちゃ考えてます。どういう風に次どこ動こうとか。へえ。って選べるしね。パッチリ。そういうこと。はい。あれ？から前髪は切りますよ。はい、お願いします。はい、全然切ってます。絶対これ。かっこいい。いい。ありがとうございます。いいですね。最後のアシスタントのお仕事いいって。ちょっと大きめの声で。すごい。めっちゃいい感じです。大丈夫ですか。じゃあマスクチェンジしてもらって、シーン取んないといけない。いい感じです。めちゃめちゃいい。何回か洗ったらめっちゃいいのかですよね。今もいい。色落ちすっげえ楽しみです ね。今もいいけどね。はい、今もいい。今もいいですけど、色落ちもすっごい楽しみですね。今もいいの声がでかい。今もいいの声が。俺はそのままでいいの。そのいいの。映り込むよ。大丈夫。はい。すごいすごいすごい、移動がすごい。